はい、こんにちは、こんばんは、はじめまして、リナです。はい、今日はですね、はい、セリアに行ってきたんですけど、セリアで100円ショップでは買い物したことあるんですけど、セリアでは初めて買い物してきました。はい、で買い物する予定ではなかったんですけど、まあ100円ショップって、まあ、キャンドゥが一番よく見るんですけど、マイメロのグッズめっちゃあるんですよ。これこんなに可愛いのに100円で売られてるんだみたいな。でもその可愛さとコスパの良さでついついね買っちゃうことが多いんですけど、今回も、めちゃくちゃ可愛いマイメロちゃんのグッズを買ってしまったので紹介したいと思います。はい、今回紹介するのは、マイメロアルミバッグ、うさぎですね。はい、こちら110円ですね。こちらを紹介したいと思います。はい、本日紹介するのがこちらです。じゃん。はい、ちょっとねアップにした方がデザインが分かりやすいんですけど、はい、こんな感じで、はい、こちらの、うさ耳のマイメロちゃんですね。今年45周年なんですけど、去年ですね、44周年、はい、去年の誕生日の時に発売されたなんかマイメロちゃんのグッズにすごい似てるんですよね、このデザインが。なんでそれもあって、まあ後ろにねちょっと見にくいんですけど、ぬいぐるみが、これのデザインのぬいぐるみがあるんですけど、はい、それにすごい似てて、あ、なんかその時のことを思い出すなーなんて思いながらね。はい、で中はこんな感じで、はい、いろいろとなんていうか、お弁当を入れる袋みたいな感じですね。はい、はい、こんな感じにしたら、はい、小さいお弁当だったら入るかなっていう感じの大きさですね。まあ、110円なんでさすがにこの持つところはねやっぱ安っぽいんですけど、まあ、マイメロちゃんのグッズって考えたら、まあ、あと前回も言ったんですけど、メイクポーチね、今年の4月とか、4月じゃないか、もっと前か、3月の前半とかそれぐらいにもマイメロちゃんのメイクポーチ買ったんですけど、まああれちょっと小さかったので、はい、これまあ多分本来の使い道はお弁当をね入れたりとか、まあ冷たいのもあったかいのも対応してるバッグなので、まあお弁当だったり、他になんか温度にね影響を受けたくないものを入れたりとかするバッグが本来の使い道だと思うんですけど、まあ、私はこれ結構でかくて、はい、大きくて可愛いので、まあ、メイクポーチとして使おうかなと思っています。はい、まあ、今の、メイクポーチボロボロになったりとかしたら、買っちゃおうかなと、買っちゃおうじゃないや、使おうかなと、はい、メイクポーチが、今使ってるメイクポーチが使えなくなったら、まあこれか、前回買ったマイメロちゃんのメイクポーチを使おうかなと思っています。はい、まあ、110円なんでね、なんかもったいぶらずに使っちゃってもいいかなと思いました。はい、セリアに売ってましたので、マイメロちゃん好きな方はですね、ぜひぜひ購入してみてはいかがでしょうか。はい、ということで、今日の動画こんな感じで終わりたいと思います。最後まで見ていただきましてありがとうございます。この動画がもしもいいなと思ってくださった方はチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは以上、リナでした。さよなら。